古代ペルシア設計文字は古代ペルシア語を記すためにアケメネスアサで使用された文字。紀元前6世紀から紀元前4世紀までの碑文がペルセポリス、スーサ、ハマダーン、ナクシェ、ロスタム、バビロンなどの地に残るが、そのうち最も長文でかつ重要なものはベヒストゥン碑文である。設計文字の一種であるが他の設計文字が音節文字と、 標語文字の組み合わせであるのと異なり、基本的に音素文字である。左から右へと書かれる。古代ペルシア設計文字は他の設計文字に似た外見をしているが、それは見た目の類似に過ぎず、他の設計文字とは関係がない。ただし、外来語にのみ現れる L のみはアッカド語の音節文字らに由来する。古代ペルシア設計文字が、 どのようにして作られたかは不明である。時代の明らかな最古の資料は、ダレーオス一世の時代のものであり、ダレーオス一世が、自らの功績を書き記すために制定したのかも、しれない。キュロス二世のものと言われる国文も存在するが、実際にキュロス二世の時代に刻まれたかどうかはよく、わからない。空の専用の文字が存在し、かつ比較が簡単であるのは、 キュロスの名前を書くためとする説もある。現存する秘文の大部分は、ダレーオス一世と次のクセルクセス一世の時代のものであるが、その後もアルタクセルクセス三世の時代まで使われた。古代ペルシア設計文字の筆画は極めて単純で、横棒、縦棒、奥の字型の三種類の筆画の組み合わせからなる。筆画同士は交差しない。音祖文字は特に簡単で、 二角から五角までの間に収まっている。古代ペルシア設計文字の主要な部分である、音祖文字は36文字からなっている。母音は AIU の3字、子音は22の音に対して33字があるが、これは一部の文字が構造する母音によって字を使い分けるためである。なぜ一部の文字だけにこのような使い分けがあるかは不明である。古代ペルシア語の母音は、 aiu, areeu, iau, i r があったと考えられているが、表記の上では以下のような制約がある。他にもいくつかの聖書法上の制約がある。小松シーンは mr のみが書かれる。他のシーンは単に書かれなかったのか、それとも実際に発音されなかったのかは不明である。単語の区切りを表すために、斜線を使用する。音素文字の他に、 標語文字が8種類あり、王、国、地、神、アフラマズラを意味する。数字は以下のものがある。例えば27話のように表す。西洋での古代ペルシア設計文字の研究は、1765年にカルステンニーブールがペルセポリス国文を模写し、1778年に交換したことに始まる。それ以前の1711年に、 ジャン・シャルダンが1712年にエンゲルベルト・ケンペルがそれぞれ気候文の中に設計文字の模写を載せているが解読はできなかった。1802年にゲオルク・フリードリヒグ・ローテフェントはそれまでの研究とアベスター語の知識、サーサン長秘文の知識、ヘロドトスの著作などに出現する古代ペルシアの欧名などを利用しニーブールの写した。 国文二つの解読を示した。グローテフェントの解読は当初は認められなかったが、後に基本的に正しいことが確認された。グローテフェント以降、ラスムス・ラスク、ウジェーヌ・ビュール・ヌフ、クリスチャン・ラッセン、ヘンリー・ローリンソン、ジュール・オッペールらの努力によって、古代ペルシア設計文字は19世紀半ばまでにほぼ完全に読めるようになった。古代ペルシアの碑文は多言語のものが多く、 そのうちの古代ペルシア語が読めるようになったことによって他の言語の解読の道が開けた。ユニコードでは U プラス1 0 3 a 0 a から U プラス 103DF までを古代ペルシア設計文字に使用する。50字が符号位置を割り当てられている。ありがとうございます。